一緒に戦っていただきありがとうございました。必ずタイトルを取ろうとスタートして、リーグ戦の結果は2位でした。2位で満足できるチームではなくなっている、これはすごくポジティブな変化だと思います。マリノスは変わりつつある。少しずつかもしれないけど、マリノスに関わる人たちが誇れるクラブになってきている、そう感じます。でもだからこそ歩みを止めてはいけない。もっともっと追い求めていかないといけない。マリノスに関わる全ての人たちがそれぞれの立場や状況でチームがもっと強くなっていくために、横浜 F ・マリノスの価値がより上げられるように考え行動していければ、必ずやれるポテンシャルがこのクラブにはあると思っています。今シーズン目指していた優勝は手にできませんでした。でも得たものもたくさんあります。いい時も苦しい時も全員がチームのために頑張れて、仲間のために頑張れる。後ろにいるチームメートは選手としても人としても素晴らしく、彼らと一緒にマリノスのために戦える毎日が喜びでした。そして僕たちはお世辞にも環境がいいとは言えません。その中でも一つの言い訳もせずにチームメイトも頑張ってくれましたし、何よりも毎日練習に必要な大量な荷物をチームに関わる全てのスタッフの皆さんが助け合い協力し合って環境を整えてくれました。本当に大変だったと思うけれど、チーム、選手をいつもいろいろな面で支えてくれました。この場を借りてお礼を言わせてください。チームに関わる全てのスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。選手だけの力でも、スタッフの方だけの力でも、ファンサポーターの方々だけの力でも成し得ません。僕たちにはまだ上がある。チャレンジャーとしてマリノスに関わる全ての人の全ての力を合わせましょう。マリノスはマリノスの色で正々堂々超えていきましょう。マリノスファミリーが一つになって力強く進んでいきましょう。僕からの挨拶は以上となります。1年間本当にありがとうございました。それではただいまより選手スタッフが感謝の気持ちを込め場内を一周します。